メイコさん、今日はありがとうね。急だったけど、うちの子見てくれていて助かったわ。全然いいわよ。鶴子さんだけじゃなくて、誰しも外せない用事ってあるもんだからね。こんなのお安い御用よ。ははは。あ、でも一つだけお願いがあるわ。ええ、何かしら。お迎えは夕方16時頃って聞いてたけど、実際にお迎えに来たのはさっき。つまり20時じゃない？4時間遅くなるなら一言連絡欲しかったわ。あら、それはごめんなさい。迷惑だった？ああ、そういうことじゃないのよ。え？ちょうど夕方のニュースで交通事故の放送をしてたからね。もしかして鶴子さんじゃないかって心配してたのよ。無事ならそれでよかったわ。ああ、迷惑に感じられなかったのは残念。あ、いやよかったけど、メイコさんって変わってるわね。そうかしら。私はいつでもポジティブを心がけているだけよ。鶴子さんにもポジティブ分けてあげようかしら。毎日楽しくなるわよ。いや、なんかドラッグみたいだからやめておくわ。あら、そう？言い方が悪かったかな。そういえば一つ気になっていたんだけど、聞いてもいい？まあ構わないけど。鶴子さんのお宅ってここからちょっと遠いわよね。そうね。なんでこっちまで来たのかしら。ああ、それはね、ちょっと近所とうまくいってなくて。そうだったの。大変ね。良ければ私と仲良くしてちょうだい。友達は多ければ多いほど楽しいわ。鶴子さんは私の友達2583人目ね。ええ、冗談じゃなく本当にそれくらい友達がいそうって思えるのがなんだか怖いわ。あははは、本当にいるわよ。どんな人生歩んだら友達がそんなにできるのよ。気づいたらたくさんいたわ。まあいいじゃない。賑やかで。どっかのホールの席が埋まるくらいの人数って、もはや賑やかの域超えてるわよ。楽しければいいのよ。ってことで、うちの子が絵本をせがんでるから、読み聞かせてくるわね。またお話ししましょうね。嵐のような人ね。私の名前はメイコです。めげない、諦めない。すべてを楽しいことに変換して、人生楽しく。をモットーに楽しい毎日を過ごしています。今日お話しさせていただいたのは、隣町にお住まいでママ友の鶴子さん。実は今朝早くにうちに来て子供を預けて行ったのです。何でも親戚の法事のことをすっかり忘れていて、準備や手伝いのために行かなければならないとのことだったのです。お子さんや旦那さんは家でお留守番？あれ？なんか変ですね。法事なら家族で行ってもおかしくないのに。それにママ友たちの話でうっすら聞いたことがあるのですが、彼女、親戚中と絶縁していて、天涯孤独と言っていたような。あれ？まあ、いっか。誰しも息抜きが必要ですし、私に話したことが何かしら事実と違ったとしても、人の道から外れてさえいなければ、全然いいですよね。こんにちは、メイコさん。ちょっと、2、3点聞きたいことがあるんだけど、今いいかしら？はいはい。今日はまたどうしたんだい？私に答えられることなら何でも答えてあげるわ。ああ、うん、そりゃどうも。それでなんだけど、メイコさんのご家族って、今度の夏休みに高級旅館に旅行に行くんでしょ？ああ、そうなのよ。よく知ってるわね。たまの家族旅行だからちょっと奮発しちゃったのよ。もう予約も済んでるわ。ふーん。それで、日程を聞いてもいいかしら？うん、日程？別にいいけど、どうして日程なんか知りたいの？ああ、うん。うちも旅行したいなって思ってたから、参考になればと思ってね。ほんと、それだけよ。信じて？もちろん信じるわよ。友達は信じてなんぼよ。ほんと、呆れるほどお人よしよね。別にこれは参考までに聞いてるだけだから、ほんと、何もする気ないんだけど。これで何か日程が悪用されたりだとか、邪魔されたりとかしても、何とも思わないの？難しい質問ね。やっぱり楽しみにしていくものだから、多少残念と思うかもしれないわ。だって、冷蔵庫のプリンがなくなってたら、最初はショックを受けるもの。誰だってそうよね。プリンはわからないけど、まあ、そうよね。でしょ？でも私は、そんなハプニングさえもアトラクションのように楽しんでみせるわ。だって楽しむために来たのに、ちょっとの時間でも楽しいと感じる以外に感情を使うのはもったいないもの。なるほど。ハプニングを乗り越えるのも、
その先に待っている楽しい旅行の続きを想像するのも、目いっぱい楽しむに限るわね。それから、あ、もういいわよ。メイコさんが底抜けに明るくてポジティブだということだけは理解したわ。そう言われたら、絶対に。うん、絶対に？うん、なんでもないわ。じゃあ、当日楽しんでね。楽しめるかわからないけど。よくわからないけど、全力で楽しむわ。鶴子さんも、いい夏休みをね。当日。鶴子さん？おい、鶴子さん。出ないと目玉をほじくるぞ。いや、怖いわよ。有名な歌だけども。あ、やっと返事が返ってきた。鶴子さんってばどこに行ったの？お子さんだけ置いて、クラウチングスタートで走り出しちゃったからびっくりしたわよ。いいフォームだったわね。着眼点そこじゃないでしょ。そうそう、どこにいるかだけど、本当にどこまで行ってしまったの？夕日に向かって走り出すにはまだ早すぎるわよ。強いて言うならもしかして、朝日に向かって走り出したのかしら。青春ねえ。いや、青春っていう年齢じゃないんだけど。それに、そんな古典的なことするわけないじゃない。まあいいわ。拉致が開かないからさっさと教えてあげる。うんうん。聞いてるから教えてちょうだい。今日、メイコさんは家族旅行でしょ？そうね。私も旅行に行くことにしたの。あら、そうだったの？お互い楽しみましょうね。いや、そうじゃないよね。あ、お子さんはいつ迎えに来る？一緒に旅行行くんでしょ？ああ、もう、察しが悪いわね。ごめんなさいね。察して系苦手なのよ。あ、鶴子さん本人が苦手ってわけではなくてね。察してほしいって言われても、私そういう能力に長けてないから。申し訳ないけど、はっきり言ってもらわなきゃわからないのよ。悪気ゼロっぽいけど無性に腹立つ。いい。うちの子は置いていったの。私は華麗なるクラウチングスタートで走り出し、もう旅行へ出発したわけ。メイコさんはうちの子を一緒に連れてってあげて。あらら、それはちょっと困ったことになったわね。旦那さんと一緒に旅行かしら。誰が金を稼ぐしか脳のないあんな男なんかと行くもんですか。優雅な一人旅よ。そうだったのね。旅行先はどこを選んだの？教えるわけないじゃない。来られても迷惑だしね。ってことで、旅行終わるまで預かっておいてね。仕方ないわね。もう戻れないんでしょ？なら、私が何とかしてあげるわ。その何にも聞いてませんよ、みたいなのが腹立つのよ。せいぜい困ればいいんだわ。旅行楽しんでね。数時間後。はぁ、目的地に着いて温泉を堪能できてるわ。メイコさんはどう？うちの子を連れて面倒な子守旅行でもしてるのかしら。それとも旅行は中止しちゃった？ん？あ、まだ連絡行ってない？何のことよ。お子さんは旦那さんが迎えに来たのよ。は？聞いちゃったわよ。ご近所さんたちを託児所扱いして散々ご迷惑をおかけしてたから誰も預かってくれなくてこっちに来たんですって？いや、そうじゃなくて旦那って。いいから聞いてなさい。実はね、私がどこに旅行行ったんだろうってぼやいたら、あなたのお子さんが教えてくれたのよ。まあまだ小さいからどこかはわかんなかったみたいだけど、お母さんはお兄ちゃんと旅行に行くんだって。でね。は？あの子何言ってんの？いや、それは別に何でもないから、子供の言うことだもの。嘘よ。私まだ何も言ってないわよ、せっかちね。でも、やっぱり私もおかしいと思ったのよ。何よ。また聞きだからもしかしたら多少違うこともあるかもしれないけど、親戚中と絶縁している上にお子さんは一人だけでしょ？それなのに、お兄ちゃんってどう考えてもおかしいわ。何より鶴子さん、一人旅って言ってたものね。うん。とまあ、それはどうでもいいんだけど。え？待って。それはどうでもいいことではなくない？予想外すぎるんだけど。だって、どんな理由で旅行しようが、私がとやかく言うことはできないわよ。なんだ。そしたら、旦那がどうこうっていうのも、はったりか何かね？というわけもなく、私が関与すべきことではなかったにしても、旦那さんには報告すべきよね。だって、お兄ちゃんだもの。旦那さん以外の男性と一緒なのは、火を見るより明らかだわ。な、
何よ、上げて落とすなんてたち悪い。私は事実しか述べてないわ。あ、安心してね。あなたの旦那さんの連絡先誰も知らなかったから、私が縁に連絡して繋いでもらったのよ。情報漏洩とかではないから、そこは大丈夫よ。全然良くない。縁に事情を説明し、連絡を繋いでもらい、改めて旦那さんにも事情を説明すると、意外にもすんなり話が進みました。実は旦那さん、前々から奥さんである鶴子さんの浮気を疑っていたようで、今回の旅行も旦那さんにはママ友と旅行と言っていたようですが、すべてバレていたそうです。旦那さんは証拠集めの最中だったらしく、この旅行で最後の決定的な証拠を得るつもりだったんだとか。ちなみにお子さんには口止めしていたそうですが、あんまり意味はなかったですね。メイコさん、助けて、お願い、今度は本当に純粋に助けてほしいの。浮気のために預けられていたと知ってはいい気分はしないよね。まあ、新しい経験ができたといえばそうだから、ポジティブに考えちゃってるけど。なら余計助けてよ。でも助けるのは無理だわ。旦那さんが証拠の数々を送ってくれたけど、あれは言い逃れできないもの。私が何言っても無駄よ。おかしいの。旦那も誰も知るはずがないこと知ってるの。なんか変よ、助けて。ごめんね、私もう寝なきゃだから。鶴子さんならきっとなんとかなるよ、頑張って。今までの罪を償って幸せになりな。そんな。実は鶴子さんの旦那さんはプログラマーだったそう。その手腕を生かして、彼女のスマホに LINE などの監視ができるソフトを作り、ダウンロードしていたんだとか。すごいですね、ハイテクですね。ちょうどそれを確認しようとしていたところに、縁からの連絡が入り、お子さんをお迎えに来ていただけたということです。ちなみにお子さんをお迎えいただいた後は、その足で証拠の数々を弁護士事務所に持っていき、離婚の準備を始めたそう。そんなことを鶴子さんは知らないらしく、なんであれもこれも全て知っているんだと混乱していたらしいですよ。そりゃあびっくりしますよね。そして鶴子さんは訳がわからないまま離婚へ。浮気相手は彼女のお金目当てだったらしく、慰謝料を請求されると知ってすぐ夜逃げ。結局天涯孤独になってしまった鶴子さんは、離婚後もどこからか誰かに監視されているかもしれないと恐怖に怯え、人目を気にして生きているんだそうですよ。あれですね、ホラー映画みたいですね。夏にぴったりのさっぱりした後味で、私もスッキリです。あ、そうそう、元旦那さんですが、遠隔でちゃんと監視アプリは削除したそうなので、安心してくださいね。彼女が恐怖を克服し生きていけるといいですね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。